い、今回の動画はですね、松江市交通局バスを開封したいと思います。ずっと前にね、購入しててね、開封を忘れてたのでね、まあ今回ね、山陰本線の車両とかね、結構プラレールで作ったんでね、造形品に使おうかなと思ったんでね、今日開封したいと思います。ちなみにね、今日8月9日はですね、横浜市営バスのね、エアロスターのね、限定品トミカが発売されてたみたいなんですけどね、すっかりね、忘れていてね、今日ね、情報を知りました。忘れてたというか、今日知ったって言った方がいいですね。で、まあ8月20何日かにね、再販されるみたいなんでね、今始発でね、横浜駅に乗り込みに行きたいと思いますという感じですね。で、あとね、かな中からね、新型エアロスターのトミカがついに出るみたいですね。多分ね、新型エアロスターの限定トミカってかな中が初めてじゃないかなと思います。まあね、前置き長くなっちゃったんですけどね、開けていきたいと思います。ちなみにね、山陰本線全線制覇の旅でね、購入したトミカではありません。これネットでね、友達が買ったんでね、まあついでにお裾分けしてもらったって感じですね。まあそんなことはどうでもいいんで、開けていきたいと思います。はい、今回かなり前置き長いですね。よいしょ、こんな感じですね。今回ね、エルガ金型使ってるんですけど、車種はね、一応日野のレインボー2ということになっております。多分ね、この金型でね、日野のレインボー2が発売されたのは初めてなんじゃないかなと思います。んでね、ちょっと前面のライトがエルガとは異なって一つ目みたいになってますね。ちょっと見づらいかな。拡大した方がいいかな。はい、こんな感じですね。どうですかね、一つ目になってますかね、っていう感じですね。前面のね、方向幕の行き先はね、松江市交通局となっております。続いて、側面です。側面はね、こんな感じですね。救急車うるせえな。松屋シティバスと書いております。はい。で、続いて後ろですね。後ろもね、松江シティバスと書かれております。で、上に松江市交通局と書いてありますね。で、続いて反対側の側面です。で、ここにもね、松江市交通局と書いてあってね、ここにも松江シティバスと書いてあって、ここに側面に幕がね、バーって書いてありますね。という感じですね。まあ、パッと見、エルガにしか見えないですけど、一応、レインボー2ということになっております。駅でお渡しください。以降をご利用のお客様は駅の自動改札